G スタッフ吉田です。2023年、今年サーフェイスコントローラーに、23Y 限定カラーが追加になります。各スタッフが厳選して考え抜いたカラーがラインナップされます。2023年何度も言いますが今年しか買えません。ぜひこちらをお買い求めください。 G スタッフ中台です。私がおすすめするカラーはこちら、ピンクカビボラ。こちらのカラー、ヘッドがシルエットのくっきりとしたピンクとなっており、後方がクリアのシルエットをぼやかすカラーとなっております。こちらのカラーコンセプトは、ヘッドはシルエットをくっきりさせることによって、魚に目立たせる、そして後ろはクリアとなっておりシルエットをぼやかせるという意味で作っております。私が行く河川でよく使用する場面としては、常夜灯周りや、明暗などといった場所で光量がある場所でシルエットをぼやかしたいときに使用します。またクリアな河川、クリアな水色の場所でも、威力を発揮するカラーとなっております。ぜひ皆さんこのカラーを使ってみてください。 G スタッフの音山です。私が今回おすすめするカラーがこちら、ハーフチャート。私がホームとしている東京のワンオク河川エリア、年間を通して水色が濁っているエリアとなっております。こういったエリアで実績の高いチャートカラー、今回はルアー中心部から後方にかけてクリアカラーを施しました。濁っている水色はもちろん、常夜灯周り、また月夜、こういったエリアでまた違ったアピールをしてくれるのがこのクリアカラーとなっております。濁っている水色はもちろん、普段住んでいる水色のところでアメゴに濁った際、そういった場所で効果的なのがこのハーフチャートとなっております。皆様ぜひ使ってみてください。チャートヘッドグリーンホロです。こちらのカラーの特徴は、非常に目につくこの頭頂部のチャート、そして背中のグリーンに対して、側面がシルバーとマグマホロ、こういったカラーとなってます。主に私が使うシチュエーションとしては干潟および港湾部でのデイゲームで使いたいと考えています。こちらのチャートヘッドがあることによってルアーの位置やルアーのアクションを見失うことなく釣りができます。また後方にかけてはグリーンとシルバーがクリアな水色にもちゃんと馴染むカラーとなっています。デイゲームでしっかりと釣り込めるカラーに仕上がっております。ぜひこちらをお試しください。焼きリンゴです。このカラーの特徴は、サーフェスコントローラー特徴のサイドに黄色、こちらを派手に持っていって、この、背中の部分、こちらはもうまるでリンゴを思わせるような赤色、そしてお腹のところには、視認性を上げたオレンジカラーを配色したカラーとなっています。主に、私は干潟を中心としたウェーディングの釣りが多いんですけれども、河川でやる場合も非常に多いです。私が河川にエントリーする場合っていうのは、雨の後の濁りが入っている状況が比較的多いんですが、そういった濁りがある河川で馴染むカラーというのがこういった、黄色ベースのカラーとなってます。オレンジ色の明暗があるようなフィールドで、使いたいとずっと考えていたカラーですので、こちらを押させていただきました。シーバスカラーも非常に視認性がよく釣れるカラーとなっていると思います。ぜひよろしくお願いします。ライムチャートコノシロです。こちらのカラー、バックがグリーンベースとなっております。でサイドは、既存カラーにはない金ベースのホロとなっております。こちらのカラーが効く場面としては、私が行く都市型河川、まあ例えば荒川や旧江戸川なんですけども、濁りが入っている河川に対して金ベースのホロがよく効くことがあります。また地方でも、クリアな河川でも雨が降って増水した場面では、濁りの水が入ると思うので、その場合でも、金ベースのホロは有効的となっております。皆さんぜひこのカラーを使って釣ってみてください。